パンチでシャッドテールっていう新しい考え方ですよね。クローアームとかストレートアームとか入りやすい形状のワームが今まで使われてきましたけど、シャッドテールの特徴ってこう引っ張ってロールするとかね、ストレートやクローに出せないアクションっていうのがあって、まあもちろんクローがいい時もあるし、ストレートがいい時もあるし、まあそういう選択肢の中にシャッドテールありですよ。今日はサステキとシャッドテール、新型シャッドテールのパンチング、よう考えたら今まで ここにこういうところにその魚っぽいシルエットのルアーを投げなかったのが不思議なぐらいでね。そもそもよく考えて、これ冬にマットの下にベイトがいる、あの何のどんなベイトがいるかっていうね、ザリガニおらんからね、これ彼ら今冬眠中ですからね。でもマット際でこうピチャピチャっと魚が見えたりするし、魚は入っていけるんですよ。あ、ベイトピチャってません？ほらほら、あそこの波紋。もう明らかにここの出っ張り、あそこの出っ張りおるでしょ。もう思いっきりベイトドリンクしてるもん。もう完全に沖にベイトがいて、それの内側ついててくれ。いけない、ちょっと待って、武器武器、マットといえばいた、パドル、パドリング、うわ、バレてるわ、バレてるわ、やらかしたな。そのただでさえこうなんていうかな、マットの魚っていうのは打たれまくってね、こういいタイミングに入ってやらないと難しいですけど、まあ、そんな中でそのアクションをローテーションすることでね、より釣れるという考え方。パンチャーたちが結構いますね。あー、まあこう見るとどこが釣れるかっつったら、もうこことこっちではもうマットの濃さが違いますもんね、はっきりと。よし、こういうはっきりとしたところはやりやすいですよ。ただね、
シャトテール今までボリュームが結構あるものが多くて、カバーに向かないっていうか、パンチに向かない、ね、せっかくそういうアクションが、異質なアクションを持ってるのに、カバーの中に実際入っていけるシャドテールがなかったんですね。ね、やっぱりシンカーも軽くしたいし、といってこう細すぎるシャドテールじゃね、水中でのこのアクションが弱すぎてバスに気づかれない。だから作ってしまったんです。欲しかったんです。ここでしょう。このね、ちょっとした出っ張り、入り口からも入って真正面、めっちゃ魚コンタクトしそうやん、こんなん。で、サス的投げ続けて魚が飽きてるっぽい感じやったらテキサスにすると。そんなバスからしたら異次元でしょ、こんなね、マットの下にブル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 って泳いでいくものが出てきたら、なんじゃこりゃってなりますよ。すごいわ。シャドテール。ででん。でででで。